はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっとね日が経っちゃったんですけれども、ちょっと土曜日にですね、3月、24日の土曜日か、に六本木ヒルズ行きましてね、そこで、ジャンプ展が第2幕としてね、やってたんで行ってきました。まあ、前回にもね、動画アップさせていただいてますが、今回も、行ってきましたんでね、動画に上げさせていただきました。それでね、紹介するのは購入してきたものの紹介ということでね、今回は、やらせていただきます。ではね、早速何を購入してきたかっていうのをね、ご紹介していきたいと思います。まあ、開封できるものとできないものとありますんでね、ご理解くださいということでね、じゃあ早速いきましょうか。とりあえずね、どうしようかな。とりあえずジャブ程度、こちら、はい、スラムダンクプレート花道、はい、スラムダンク大好きなんでね、はい、それの、花道、主人公の、桜木花道、こちらを買ってきました。これはね、もうそもそもね買った時点で、傷がないかどうかもね店員さんに聞かれて、中開けさせてね、確認させられたんでね、ご紹介できますが、こういう感じですね。めちゃくちゃかっこいい上にこれおしゃれなんだよね、スラムダンク。いや、いいね、最高。これはね、記念品としてね、取っておきますね。はい、自分が死んだ後も代々受け継がれていくでしょうということで、1点目が、花道ですね。で、2点目が、こちら、ジャンプ展ドラゴンボールから、ステンレスタンブラーですね。ドラゴンボールは買うよね。はい、私の動画見てもらえば分かりますけど、ドラゴンボールは外せないんでね。この天使悟空とね、セル編でね、瞬間移動して自爆するね、バイバイミーの、こちら、こちらはね、ちょっとね、シールが貼ってあるんでね、ちょっと開封ができないんでね。はい、タンブラーなんでね、開封しても、特にそう面白くもないだろうから、絵柄も載ってますしね。はい、ということで、2点目、はい、で、3点目がですね、これにしようかな。はい、はい、こちら、スラムダンクのフレーム切手セットですね。はい、花道、あとはルカワとかね、コーリーとか、あとは、松陽とか、あと三の両南とか、そういうのが、はい、名だたるねライバルたちが、はい、切手としてありますね。はい、すげえな、顔認証がめっちゃ合うな。いや、このね、いいね、素晴らしい絵。で、裏はね、クリアファイルが、おまけとしてついてますね。はい、いい表情のさ花道だな。はい、こちらが、3点目。はい、4点目。そうするとね、おのずと、分かってきますと思いますが、はい、ドラゴンボールですね。はい、ドラゴンボールのフレーム切って、こうやっていくとね、今までのこうね、戦闘経験みたいなのがね分かりますね。いや、いいね、この悟空のこのドラゴンボールもね絶対外せないよね。このクリアファイルもすっごいいい。
まあ本当ね高いんだよね。でもね これね3300円かな税込み。だから、ね、この2つでもう6600円だからね、うん、フレームキットで切ってだけで、というよりむしろあのスラムダンクとドラゴンボール式買ってないんですけどね。続いてご紹介するのがですねこちらですね、はい、はい、スラムダンクの、パズル、はい、いやこれも素晴らしいんだよね。今まで戦ったライバルたちがね登場してるっていうね、いやいいわ。ジャンプ店限定のパズルなんでねこれも外せないなと思って買ってきました。はい、まあ、一時期ね調べてたら品切れになってた時があったんでね、これはまた品切れになるかなと思ってね一応買っときました。はい、で続きまして、まあここまで来るともうお約束みたいになっちゃうんだけどね、はい、ドラゴンボールのパズルですいやーほんとねドラゴンボールとスラムダンクしか買ってないな今思ったら。ジャンプ店ジグソーパズル1000ピース、はい、いやこれもねはっきり言って組み立てませんまあお土産というか、まあ、記念でね、未開封で取っときますよ。はい、まあ津台までね、まあ、これはもう財産ですから私。まあ孫は孫息子孫と引き継がれていくのかなまあまあこれもね高これも高いいくらだっけな、まあ4000円ぐらいか、うん、だからもう相当もうこれキツキツですよ。もうほんとねこういう戦艦のセイントセイヤとかも比べてねお金がどんどん減ってくっていうね。で続きまして、こちらですね、はい、週刊少年ジャンプ店の、プレミアムカードダスセット、はい、まあこれはねもうほんと記念品っていう感じだよね。中を見るとこういう感じ、ルローニ剣士でドラゴンボールで悠々白書で上場でなぜかすごいよマサルさん。全然俺これ見たことないんだけどね、うん、なぜこのラインナップにすごいよマサルさん入ってるのかわかんないんだけどな、まあ、ここはスラムダンクだろうと思うけどな。これスラムダンクだったら最高だったんだけどな。はい、まあ、こういう感じでね、いやほんと素晴らしい。これはね、これはそうでも1200円とかそんぐらいだったんじゃなかったかな。うん、はい、という感じですね。よいしょっと、はい。で、あとはですね、小物になりますね。まずは、こちら。週刊少年ジャンプオールスターくじっていうことでね、ボリューム2 90年代バージョンということでね、一袋に一作品のシール、名場面シート、チャーム全20集が各一つずつ入っていますっていうことでね、まあ全20集っていうことでね、まあここに、表示されているキャラが出ます。はい、まあ、もちろんね、ドラゴンボール、スラムダンクはもう本当必須で欲しいんですけどね。あと、ジョジョ悠々白書、剣心、そうですね、あと、ダイの大冒険、うん、あと、ダルルート君ぐらいが、欲しいところですね。はい、ということで、まあ、もう開けちゃってるんですけどね、もう確認しちゃってます。はい、すいませんね。まず最初にね、もうどういう感じで入ってるのかわからないんですけどね、まあ、バッて開けたんですけれども、
とりあえず、チャームはね、こういう感じで入ってます。もうわからないようにね、で熱計がついてるって感じですね。はい、で、まあ見ますと、はい、じゃじゃじゃんとね、走れ走れ牧場をということでね、うまなみなのねでおなじみの牧場王が出ましたね。で、これのチャームの他にね、ついているのが、シール、はい、こちらですね。すっげえ怒ってる牧場王、牙生えちゃってもんね、うん、はい。で、名場面シート、もう紙ですけどね、紙っぺらですけど、こういう感じで、ほんと牧場王も見たことないんですけどね、うん、なかなかいいセリフ言ってますけどね、うん、はい、が出ましたね。まあ自分の中ではちょっと外れですね。うん、まあ見たことないし、まあ絵的にもね、うん、っていう感じだったんでね。で、実はもう一つ、買ってますね。これを二つ買ってます。はい。で、一つがさっきのです。はい。じゃあもう一つもね、ご紹介しましょう。果たして何が出たのかっていうのをね。はい。まあ、ほんとね、これはもうほんとドキドキしながらね、ちょっと自分で開けちゃいましたけどね、我慢できずに。はい。では、チャーム。いきます。せーの。じゃじゃじゃん。出ました、スラムダンク。花道。いや、天才ですから。はい。いや、出てくれましたね。で、シールがね、はい、こちらですね。いや、いい。うん。裏は、まあ、なんもないんですけどね。はい。で、名場面シート。はい、これがね、はい、こちらです。大好きなバスケットが待ってるから天才ですから、はい、最終回の最後の場面のやつですね、はい、もう花道がね、もう怪我しちゃってね、リハビリ生活してた時ですね、はい、いや第1部間からね終わっていつ第2部やるのか全然わかんないですけど、ずっと待ってるんですけどね、もう何十年経ってんだろう。はい、ということでね、もうチャームは嬉しいな、これは。これすげえ嬉しかった。もう一つのがドラゴンボールだったら、もうほんともう、ドラゴンボールスラムダンクデーになってたね。うん、はい、ということで、続いてですが、こちらですね、じゃじゃんと、週刊少年ジャンプ展、オールスターカードコレクションボリューム2ということでね、こちらを、買ってきました。これもね、もうすでに開封してあります。はい。まあ、もちろん、まあ狙いはね、言わずもかなっていう感じですけれども、はい。まあ、一袋に、何個入れたっけな、一袋に5枚ぐらい入ってるのかな。で、一つ、キラーは絶対入ってるんですよ。はい。必ず1枚キラー。ワンパック4枚入りだ。はい。で、そうですね。早速、ご紹介しましょうか。まず、こっからいきますか。花の刑事。まあ、ノーマルです。最初の3枚はノーマルで、最後がキラっていう感じですね。はい。で、続いてまして、ドラゴンボール。来ました。いや、これ嬉しかったね。ノーマルだけど。いや、これはいいね。はい。で、続きまして、とってもラッキーな。まあ、ちょっとは、当時見てましたけどね。うん。まあ、でも、これ、嬉しくはないよな。で、最後、キラ。レアですね。はい。が、何かっていうのは、じゃじゃん。はい、ジョジョ、当たりですね。いやー、ジョジョ、出ました。しかも、第3部。うん、これ嬉しかったね。
上場の第3部。いやーいいね、キラキラしてるわ。まあ、できればね、これ第5部のゴールドエクスペリエンスじゃない、第5部のジョルノ・ジョバーナもねラインナップされてるんですけど、それが欲しかったですね、うん、はい、いやーいい、はい、っていうことでね、これがカード出すの1個目ということでね、あと2つあります、はい、全部で3個買ったんでね、はい、で、続いて2個目開けていきましょう、はい、じゃあ1枚目から、はい、こちらですね、ロマンサーズっていうね全然知らない作品なんですけどね、誰が書いててのやつなのかわかんないけど、最初ルローニケンシンかと思いましたけどね、はい、で、続きまして、はい、ダダダーン、トトラコンポール、なんかこれを引いた時にあれドラゴンボール2枚目ドラゴンボール確定なのかなって思っちゃいましたね、うん、いやいいね、カメハメハ打ってる悟空、ええ場面で、続きまして王様はロバ、全然知らん、何これ、全然知らないんだけどね、アッタリ帝国の逆襲、全然知らないわ、で続きましてレアです、キラです、じゃじゃじゃん、はい、すごいよマサルさん、だから知らないんだってこれいやーほんとね、まあ好きな人には申し訳ないんですけど、ほんと全然知らないんですよね、ギャグ漫画だよね確か、うん、そんぐらいしかわからない、いや全然これは嬉しくないな、うん、でこれが、2パック目でしたね、はい、で、最後ラスト1パック目、いきます、はい、1枚目、はい、遊戯王ですね、はい、自分もねあの遊戯王を知ってますけど世代じゃなかったんでね、もう全然見てなかったんでわからないんですけどね、まあ今ねなんか、またパック売りでなんか超絶レアみたいなのが出るっていうね、 100万円相当のやつとか出るパックがあるみたいですけどね、で今転売を買い占めたりしてますけどね、いやすごいね遊戯王の人気っていうのはね、はい、で続きまして、はい、はい、出ましたビデオガール電影少女、はい、いやこれは見てましたね、いやこの桂先生の、ね、絵は大好きですね、もう女の子はめっちゃ可愛いんだよね、この次に合図を書いたんだよね、うん、はい、で続きまして、はい、アウターゾーン、これも見てましたね、好きですねこういうちょっとホラーチックなね、あの笑うセールスマン的なね、うん、まあ、世にも奇妙な物語みたいな感じのストーリー、これは好きでした、うん、はい、で最後ラストのキラ、来いよドラゴンボールと願いながらめくったらジャンと、はい、ルローニケンシン当たりですね、いやこれはね嬉しかったね、うわこのケンシンかっけーと思って、うおー、まあ、今見てもかっこいいよね、月光に浮かぶ酒場といいね、かっこいい、うん、あとこれ裏書きがあったんだね、まあ大体名場面が収録されてて、あとはまあ掲載時期が書いてあります、まあ、これはねちょっとあともう一回撮り直すのめんどくさいんで皆さんねぜひジャンプ店行って購入してみてくださいはい、という感じで、以上が、購入したグッズになります。はい。
で、もちろんね、今回も前回と引き続きですね、入場者特典っていうものがありまして、それがね、シールです。まあもちろんまた相方と2人で行ったんでね、2つもらいました。はい、あのね、前回でも言われたんですけどね、なんで2つ持ってんのってね、だから2人で行ったんですね2人で行ったんです。はい、で相方が別にこういうのもいらないんでね、はい、で私がもらいました。まあもちろんね、ドラゴンボールとスラムダンク狙い、あとはまあちょっとラインナップ忘れたけどね、まあ、一番ハズレがすごいマサルさん本当申し訳ないけど、本当知らないんだよ、本当知らないし、なんか絵もあんま好きじゃないんでね、俺は出てほしくなかった。で次のハズレがコチカメかな。いやコチカメ好きなんだけどね、絵が、別にかっこいいとも全然思わないしね。はい、で次が遊戯王。自分の中で遊戯王世代じゃないんでね、このラインナップ多分今出てると思うけど、ラインナップからしたら遊戯王は3番目にいらない。はい、まあ、あとはね、もうどれもいいかなっていうね、3位以下はね、もうどれが来てもいいかなっていう感じで。で、まず自分がね、めくったやつがですね、はい、まあ、もちろんね、その場で車の中でね、前回と同様開けて確認しました。1つ目こちら、はい、遊戯王データワースト3。あ、ごめんなさいね、好きな人はごめんなさいね、自分の中ではワースト3なんですけど、ちょっと遊戯王はね、ほんと知らないんでね、このラインナップからしたらどうしても3位になっちゃうよね、ワースト。まあまあまあ、わからないでもないけどね、その前回がね、ほんと良すぎたんでね、前回の動画見ていただければわかりますけどね、前回は奇跡の引きだったんでね。で、相方が開けた方はっていうと、これがまた超びっくり、なんとですよ、相方の方、これびっくりモンキー、シーモンキーなんですけれども、あ、ちょっと開けらんない、あ、よし、いきます、じゃじゃじゃん、わーすごいよ、それ一番いらねえのが出たっていうね。いやー、これは本当勘弁してほしかったわ。いや、本当ファンの人には本当申し訳ないけど、本当俺いらねえんだわ、これ知らないっつーねん、もうなんでこれラインナップ入ってんのっていう。いやー、これはちょっときつかったな。やっぱね、前回が当たりすぎたね。しょうがない。まあ、実はね、もう、一回ではいかないです、今回。もう一回、二回ぐらい行こうかなっていう思ってるんでね。その時にまた入場者特典もらえるんでね。必ず多分もらえると思います。はい。なのでね、皆さんもぜひ行ってね、入場者特典、もらってください。今ね、メルカリでもね、キャラクターによっちゃ300円から1000円とか値がついてますけどね。はい。で、帰りにね、また前回同様、ちょっとレストランの方行きましてね、ジャンプ店専用のレストラン、そこでね、注文した商品がね、結構 ありましたね、ラインナップで、結構いろいろその料理、に合ったやつがね。で、自分がね、まあ、欲しいのはもちろんドラゴンボールとスラムダンク関係なんですけど、なんとね、特典としてコースターがつくんですよ。で、しかもそのコースターは、その注文したキャラクター料理のキャラクターがもらえるっていうね。だから、好きなものが絶対もらえるっていうね。まあ、ただし、食えればの話ですけどね、それを。
で相方で行って、ちょっとね2人ともね、頼みたいものがかぶっちゃったっていうかね、キャラクターがかぶっちゃったんで、まあ違う、お互い違いますけどね、頼んだ商品は。ただ、その種類がかぶってるんでね、はい、紹介しましょう。はい、じゃじゃんとね、ドラゴンボール2つです。はい、まあ、相方がフリーザのね、なんかパフェみたいなのを頼んで、自分がね、ドラゴンボールのドリンクを頼んだんでね、なのでドラゴンボール2つになりました。いや、あのね、スラムダンクの安西先生のプリンみたいなのね、すっげえ終わったの、タプタプしてて、それめっちゃいいなと思ったんだけど、お腹いっぱいでだったんでね、もう飯食い終わった後だったんで、食えねえなーって言うんで、次回に持ち越しっていうことでね、今回はドラゴンボール2つ、コースターですね、ゲットしてきました。はい、これも頼めば絶対もらえますんでね、皆さんもぜひ行った時にね、注文してみてはいかがでしょうか。ただしね、値段はめちゃくちゃ高いです。はい、一つの値段が1000円は余裕で超えますんでね、はい、お金はちゃんと用意していきましょう。ということでね、今回のジャンプ展の、紹介は以上になりますね。うん、合計で自分が購入したのは、約2万円ぐらいですね。はい、やっぱこういうとこ行くと2万は必ず飛ぶよね。まあ皆さんもね、ぜひお金に余裕があればね、好きな作品、好きなキャラクター、買ってみてください。まあ大体こういう展覧会というのはね、ほとんど記念なんでね、まあ、記念品として、購入してみてはいかがでしょうか。ということでね、今回の動画は以上になります。ではね、次回の、フィギュア紹介までチャンネル登録、あとね、動画見て気に入っていただけたらいいね、気に入っていただけなくてもいいね押してください。はい、それが励みになりますんで、ぜひね、ぜひぜひいいねよろしくお願いします。ということで、結構ね、長々喋っちゃったな、30分近くかかっちゃったけど、以上になります。ではご視聴どうもありがとうございました。